第5回プロスピ交換会結果発表。どうも、芸人×プロスピエースでございます。吉本芸人大野たかると申します。よろしくお願いします。さあ、今日はね、もうノーカットで、メインと無課金やか両方ね、見ていきたいと思います。その後ね、リアタイやりたいと思います。よろしくお願いします。さあ、もう早速ね、終了したイベントですね。あ、そうそう、プロスピ交流戦ね、昨日から始まってますけどもね、昨日ね、僕、自走車で2勝3敗でした。はい、最下位に位置しております。はい周りなんか、周り強すぎるんだけど、なんか僕リーグランクが8なんですけど、なんか周りみんな9とかで、なんか全然強さ違うじゃんと思ったんですけどね。まあほんとね、ちょっとプロスピ交流戦も諦めました、メインの方は。はい、で、終了したイベントですね。さあ、じゃあ早速いきたいと思います。まずメインからいきましょう。さあ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 、狙いは筒香選手、大野雄大投手です。もうでっかくいこうよ、夢はでっかくいきます。また戻ってきたじゃん。もうほんと、マジなんなの、もうまた戻ってきた、これ来たよ一回、小笠原さんね、東海大相模お願いします。次、横浜枠、筒香さん、うわー、上茶谷投手か。まあ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 、いいでしょう。シリワン、シリワンと来て、最後なんかいいの来い、ロドリゲス、もう何回来たんだよありがとうございました。さあ、無課金の方行きましょうか。もうメインの方はもういいっすよ。プロスピ交換会も全然ダメ、交流戦も負けまくってるね。無課金の方はね、昨日交流戦5勝しました。はい、もうこっち今1位っす。はい、もうこっち気合入ってますよ。さあ、こっちはね、キャッチャーが欲しいですよ。もう誰でもいいよ、誰でもいい、もうキャッチャーなら誰でもいいからください、お願いします。さあ、無課金のはどうだ、いきます。お、カラカワ投手だ。いや、普通に嬉しいな、ありがとうございます。さあ、キャッチャー来い。うわー、森星じゃなくて栗山選手だった。ラストいきます、キャッチャー来い。いやー、キャッチャー来なかった、ありがとうございました。はい、プロスピ交換会、以上です、ね。まあでも神イベなんでね、3ヶ月に1回ぐらいはやってほしいかなと思いますね。はい、でちょっとじゃあ今日動画の終わりにちょっと自チームミキサー、中日でやりたいと思います。はい、大野雄大投手狙います。はい、で今日リアタイですけども、あのね、外選手が育成完了したんですよ。はい、ドックマックスで、はい、A ランク1枚も持ってなかったんで、まあ原突無突ですけど、今日外選手ね、どっかの場面で代打で出せたらなと思います。で、ピッチャーは吉野部ですね。吉野部さんも早く源投させたいな、うん。さあ、今日もね、しっかり勝っていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは行きましょう。はい、相手の方ね、名人の方で、阪神純正の方でした。はい、さあ、翔平対藤浪投手、めっちゃ楽しみ。はいはいはい、まあそれ、そうだね、僕も無課金やかで持ってるんで、ストレートね、シュート回転するんですよね。はい、よ、ナイスパッチ。さあ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 、いや、阪神中世かっこいいな、やっぱ。さあさあさあ、行こう。多分ね、次も、次何来るかな、フォークかな。はい、でね、次ストレートを狙っていく。はい、次ちょっとストレート狙っていきます。うん、いや、フォークはもう手出さないですよ。さあ、名人に勝つぞ、あざっす。 OK。 さあ、ね、まあでもね、多分点入れないとまずいんで、はい、いや、ストレート狙いでいいかな。 OK、ナイスナイス。まあ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 、まあ、藤浪投手結構ね、僕も無課金やからで使ってるから知ってるんですよ、結構正直。はい、あー、嘘でしょ、嘘でしょ、なんで今のゲッツなの、わかわかお願いしますよ。はい、わかお願い、ジニゴ、あー、ナイスピッチャーな。うわ、1番ブラゼルか。ちょっと1番ブラゼルはえぐいっすね、怖いんですけど、めちゃめちゃどうしようかな。まあ、やっぱ基本長打警戒で、まあスプリットだな。
ちょっとこれ手出してくれたら、あーダメか、うん、ちょっとここ手出してくれたらなっていう感じで投げます。でまあツーシームですね。いいボールでしたけどね。まあしょうがないです今の。それで高速シュート、ストライク入りません。あかんわ、あかんあかんあかん、これもうマジあかんって。でカットボール、ここら辺のカットボールどう？もうなんかすげえ うまいわもう。で不意のツーシーム、ここですよ。これが打てないんだわ、あざっす。いやいい名人といえどもね、うん、いやマジ阪神純正って大変ですよね。 OK ナイスパスを、いよいよナイスナイス、ジュニーよ、ジュニー OK。 あー金本さん、金本さんも無課金赤で持ってますよ。さあ金本さんの攻略法としては、まあまあこれも引っ張り警戒だよね。で同じ球2度どうなかどう反応するか、うん、あーここ、ここ嫌いなのかな、スプリット大きいよ。でね、ここは1球 D カーブ、これを入れてもいいかな。あー OKOK ナイスナイス、引っ張り警戒 OKOKOK いいよ。さあちょっと外どっかで出したいな、外ちょっと1本ヒットしたい、キャッチャーのところで交代したいから1本ヒット打とう。ストレートかな、次ストレート待ち。あーいやーよかったけど、待ってたけどな。ちょっと次はね、フォーク来るっぽいんで、フォークちょっと待ちます。あかん。もう全然違うとこ振ってたじゃん。くぅー、やばいやばいやばい。外出せないよ、外。あー、ダメか。ちょっとじゃあ、点数のとこで外出すか。もう回ってこないかもしれないんで。ここでデビュー戦です。外レッツゴー、行ってこい。めっちゃ能力下がった。やばいな。さあ外行こう、打ってほしい。くぅ、いやちょっと待って、そこのフォークあり。おナイバッチ、あざっす。外いいじゃん。はい、デビュー戦飾りました、あざっす。じゃあもうここは小笠原さん行ってもらいましょうか。さあ小笠原、小笠原、小笠原、はい OK よ。あ入ってんの今、マジかよ。あかんね、今のあかん、今のは入ってないよ確実に。はい、まあそこはね、そこはねさすがに、はいはいはい。いや俺ね、ストレート来ると思うんだよな。いやストレート絶対来ると思う俺は。わあもうそこにストレート来んの。まあでも外 OK、 ナイスピッチナイスピッチナイスピッチ、 OK いよいよ。さあ抑えましょう、ここは。外セカンドはちょっと、外セカンドはちょっとないだろう。原さん、うん、こうかな。うん、ゴメスは一応守備適正 C あるから、うん。さあよし、ここ抑えよう。まず大山さんの抑え方、もう僕熟知してます。ここのツーシームです。うわー振ってこないの、めいいなこの人。はい OK ナイス。でおーボール回し、ボール回しいいね、ボール回しいいじゃん。俺ボール回し初めて見たよ。でここはねもう引っ張り警戒でいい。ここはもうツーシームと見せかけての、あーあざすあざす。もう一球いっていいかな、振ってくれるような気がする。じゃあ一球ここのまたツーシーム、魔のツーシームいきますか。はい、あざす OK。 さあここはね代打かな、代打出してこないか。じゃあ引っ張り警戒でもうツーシームと見せかけてのストレート、オッケー、ありがとうございました。さあ、自チームミキサー行きましょう。はい、中日でね、自チームミキサーやりたいと思うんですけど、12分の1か。オッケーオッケーオッケー、12分の1ね。じゃあ、大野雄大投手狙います。はい、なんとか先発の4番手に入れたいんで、狙いに行きたいと思います。はい、ではね、スランク自チーム確定ミキサー行きたいと思います。最後、その選手でお別れになります。よろしくお願いします。行きます。危なっ！
中日にしてなかった。あぶね。はい、すいません、自チームちょっとね、ファイターズにしてたんで危なかったです、本当に。はい、中日にしてきました。ではこの選手でお別れです、よろしくお願いします。本日の動画は以上となります。この動画良かったと思う方、チャンネル登録、そしてグッドボタン、もしくはコメントの方、ぜひぜひよろしくお願いします。コメントすべて返信させていただきます。ではまた明日お会いしましょう。この選手でお別れだ、バイバーイ。おしまい。これで終わるわけないじゃん、みんな。そんなオチないよ。次、大野雄大当てるよ。大野雄大当てて終わりにします。でもね、もうちょっと S ランクもう枯渇してるんで、これほんと最後っす。はい、大島さん圧縮かけていきたいと思います、よろしくお願いします。さあ、この選手でお別れだ、大野雄大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 、同じ大野、俺と同じ大野、大野の名字に誇りを持つ大野三代、大野さとし、大野雄大、大野高野、そして大野雄大来い、あかん。はい、次本当ラストね、本当にラストです。さあちょっとミキサーかけすぎてる、もう本当ラスト。祖父江選手を圧縮して、大野雄大選手狙います、よろしくお願いします。いや、三代大野といえばやっぱ大野高弘、大野さとし、大野雄大なんですよ。もうこの三代決まってんすよ。はい、もう頼むよ頼むよ、ここで動画締めさせてくださいよ、お願いしますよ、大野雄大来い、大野雄大、大野雄大、カモン、大野雄大、ビッシュ。この選手でお別れでございます。来い大野雄大、カモン。